作りたてが味わえるホットサンド。家族で行きたい評判店、続いては浜松市中央区花川町にある55ブレッド。12年前に浜松市内でオープンし、7年前に移転したパン好きが足しげく通う人気ベーカリーです。ハード系や惣菜パンなど種類豊富。菓子パンで評判なのは豆パン、中にクリームチーズが入っています。そしてこちらの看板メニューは、注文いただいてからお作りするホットサンドですね。だんだん増えてきてしまって、これでもある程度人気のメニューに減らしましたけど、今これぐらいありますね。数ある中からおすすめをピックアップ。まずはスパニッシュ、オムレツを挟んでいます。オムレツを、サンドイッチするんですけど、中にひき肉を調理したものとじゃがいもと、あとチーズも入れてオムレツを作って、それを、パンに挟みます。ソフトフランスというパンで挟んでいます。ソフトフランスも、食べやすいように、あまり固く焼き込んでませんので、まあ、焼いてる時間はとにかく短いので、かなり食感は柔らかいんですけど。オムレツに入っているジャガイモは酸味のある味付けになっているので、さっぱりといただけます。続いてこちらはサファリオニオン。サファリは牛肉のサンドなんですけど、塩漬けの牛肉を6時間ぐらいお水で戻して、それをまたさらに味付けしてサンドイッチをしてますね。焼いた肉と玉ねぎをトーストしたパンに乗せてマスタードをかけたら出来上がり。牛肉には濃いめの味付けが施してあるので食べ応え十分。玉ねぎの食感がアクセントに。こちらのサンドはフランゴザワークラウト。フランゴっていうのが鶏肉っていう意味なので、鶏肉をワインとニンニクのようなものにじっくりつけて、味が染みたものをさらに焼いて。ザワークラウトは新鮮なキャベツをお塩をかけて、自然に発酵させるんですね。あったかいところで発酵させるんですけど、そうすると乳酸が出て酸味が出てきますので、ジューシーな鶏の甘みとキャベツの酸味が相性抜群です。夏はとにかくもう室温が高いので発酵がものすごく早いですね。なのでそのパン生地に合わせて自分の生活を合わせないといけないぐらい、やはり気を使いますね。本当に自分好みのパンを見つけるのも楽しくなりそうな浜松市の55ブレッドです。